お、テオテスカトル乱入、コリュウだ。あおおおはい、皆さんこんばんは、アローズスクリーンのシーサです。トミーです。さあ、トミーさん、はい、こんばんはと言いましたけど、ええ、珍しく今日はお昼やってきました、はいはい、と言いますのも、今回はキコーナキセラ川西店さん、こちら天休日ということで、まあ、天休日ともなると、ちょっと店内の、ね、普段触らないところが触ってないとか、いろんな作業になってますけど、はい、その中でまたあの実践もしていきたいと思います。はい、で、今回実践させていただく機種が、はい、我々の信頼パチスローモンスターハンターワールドでございます。いかがですか、モンスターハンターワールド。実際の方はもちろんまだ。そうですね、展示会でチラッとは打たせていただきましたけども、もちろん実践はですよね、はい、だから実際の形でホールに設置してあるのが、ね、今日初めてですよ ね、 すね。僕はショールームでも触ってないので、はい、もう本当の初実践、ちょっとね、もうこれが配信されてる頃には導入済んでますけども、はい、まあ、割と導入から近い配信になるので、そうですね、まあ、どういった挙動を参考になればと思いますね。せっかくなので、はい、モンスターハンターワールドの設定6を2台用意していただいて、はい、そちらを打っていきたいと思います。はい、はい、まあ、さらにですね、ちょっと年末にかけてのお知らせなんかももしかしたらエンディングであるかも。そうですし、まあ、はい、今日すべて言っていいかどうかわからないので、もしかしたらぐらいなんですけども、ね、はい、まあ、資産というところで感じていただければ、はい、資産まあ、一つ言えるのは、年末にこのキセラ川西店さんも何かあるよと。そうですね、この川西エリアとして、あ、この界隈がやっぱり気候なんでしっかりと沸かしていくっていうような感じになるじゃないかな。そうですね、いや、ちょっと気になりますね、はい、まあ、そのあたりはちょっと、そうですね、後半の方で、後半の方で、はい、それでは、はい、モンスターハンターワールドの戦をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、はい、今日はモンスターハンターワールドですね。そうですね、いよいよ11月から稼働開始ということで、はい、こちら、キコーナキセラ川西店さんには設置が8台ですね、はい、まだこれから稼働が開始するというところですよね、はい、で、僕初打ちです、はい、トミさんも私も一応ショールームではちょこっと打たせていただきましたけど、ほぼ初打ちですよね、はい、そうです、そうです。なのでちょっとゲーム性とかもね、調べながら、そうですね、はい、で、本当の初見なのでわからないこと多いですけれども、どんな台なのか、うん、まあ、ちょっと我々も勉強しながら打っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。では、調査拠点アステラ、まあ、基本はこのステージから始まるみたいですよね。で、まずはクエストを目指して、その中で狩猟パートといわれるこうモンスターと戦うゾーンがあって、そこでモンスターを討伐できればボーナス当選ということですね。で、そのボーナスが疑似ボーナスで人造約3倍ということで、基本的には出玉増加のメインとなるのがその討伐後にやってくるボーナスなので、ゲーム性的にはモンスターハンター月下雷鳴に近いような、そういう感じになりますね。まあ、なんか6号機っぽいなと感じるところは、この所有するアイテムによってで、その狩猟パートが有利に働くかもよっていうところですね。まあ、ここが結構大事になるということですね。まあ、もちろん設定は2台とも6になってますんで。あ、設定6ですね、はい、ありがとうございます。まあ、いろいろと見せ場も多いことかと思われます。そうですね、当たりは何回か見れるでしょうし、やっぱり当たるまでの流れを1回そうですね体験すると、なるほどこんな感じかっていうのは分かってきますよね。同じぐらいのタイミングで、はい、クエスト入ります。救難信号クエスト入りますと。で、ここからが、クエストのスタート。で、ここに来たら、あとは規定ゲーム内にモンスターと出会えるかどうか。そうですね、はい。で、そのモンスターと出会うまでに、この大樽爆弾とか鬼神薬とか、この辺りのアイテムをいかに獲得できるかっていうのが一つポイントになるという感じですね。まあ、基本的にはだからこのクエストに滞在していて、そのクエストの中で探索パートと狩猟パートがあるということですね、はい、
で探索パートではアイテム獲得を目指して、狩猟パートでは討伐を目指すというのがまあ簡単な流れですよね。であとは、あ、狩猟開始きましたね。どのモンスターが出てくるか、今レイギエナというモンスターが出てきてますけれども、この討伐するモンスターによってボーナスの種類もこう期待度が変わってくると。振り分けがボーナスが、まあ、ビッグとレギュラーというかモンスターハンターワールドと言われるボーナスとアイルーボーナスですね。その比率が討伐モンスターによって変わってくるということです。私も狩猟開始。まあ、ただこれでもしモンスターが逃げていったとしても完全に終わりじゃなくて、そうですね、またその探索パートで同じモンスターと出会えば途中からバトル開始ということですよね。これ今多分最低私の場合30ゲーム以上あるっていうことですね。あ、そうですね、保証ゲームがまだ戦えばこれが止まってって感じです、ね、そうですそうです、はい、まあ、この辺りのこの狩猟パートは成立役とまた仲間が誰がいるかによってっていうのは本当に結果ライミに似てる感じしますよね。ちなみにレイギエナ、このモンスターを討伐できればモンスターハンターワールドの振り分けが約 70% ということで、まあ結構倒せれば熱いモンスターですね。さあレイギエナ逃げましたけれども、探索保証が102ゲームまあまあありますこっちは。これは結構面白いな。なんか通常時はゲーム数待ちとか何も起こらないじゃなくて、これが通常時なので、通常時からこの探索パートと狩猟パートを繰り返せるっていうのは結構楽しいですね。これまでの6号機ではなかったようなシステムですね。一応ユリック間の切れるのはこの私プケプケがのバトル、はい、一連のクエストが終わった時に、あの要はキャンプに戻ったら切れるっていうふうに聞いてます、あ、なるほど、はい、ってことはいかにここで勝負を決めれるかっていうのが大事ですね。そうですね。鬼神薬を飲みました。オータル爆弾。あと1個、あと1個です。あ、本当だ。赤字。よし。当たりそうですね。出た。あ、でもそこで決めないと探索の保証がもうないんだ。体勢崩しました。チャンス。いけ、一気に。いけんじゃ。あとちょっと。よし。なんかすごい音した。おお、見事。で、で。ボーナスクリアなので、はい、ここでモンスターハンターワールドかアイルボーナスか、ね、はい、まあ、ちょっと比率はこのモンスターですとアイルボーナスの可能性が高いということで、そうですね、どっちが出てくるか、まあ、諦めませんけどね、いきます、はい、あ、自動でね、はい、アイルボーナス、まあ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 、でアイルボーナスはベル8回まで継続で、終了後は必ず作戦会議へとなってますね。で、ここは選択した道具によって、まあ、設定差が行われるということですね。なるほど、アイルボーナスはちょっと残念すぎるボーナスですね。で、設定差が行われるということで、この辺りはまだまだ分かんないところですね。でちなみにこの作戦会議はフェーズがアップするほどチャンスということで、まあ、フェーズアップっていう演出があるんですけれども、そこを上げていって、ゾラ・マグダ・ラオス誘導作戦というのを目指します。でゾラ・マグダ・ラオス誘導作戦に入って見事成功すればモンスターハンターワールド突入ということで、かっこいい。あ、
確定しましたね。ドラマグダラオス誘導作戦でチャンスは3回成功すればモンスターハンターワールド突入です。はい、かっこいいっす。作戦を説明です。でそこはアイコンの色に注目ですね。そのチャンスのポイントで赤や緑なら成功のチャンス。青ですね。ここより奥に進んでしまったらもう手出しはできない。なんか映画みたいですね、はい。お前たち、あ、赤、赤な、なりましたね。あ、赤文字来ましたね。絶対に成功させる。お、緑になった。多分攻撃が3回あるんで拠点ごとでって感じですよね。そうですね。赤になりました。あ、強いですね。で、いずれかの箇所で成功すればモンスターハンターワールド当選です。バリスタね、正面に見せるわ。バリスタ、さあどうだ。おお、やった。これで、はい、これでモンスターハンターワールド当選ということになりますので、いや早速見れますね、これでね。そうですね、いきなり AT モンスターハンターワールドいきます。はい、純増は約3枚の AT になります。面白いですね、やっぱりこの辺の流れも。まあ、ボーナスって言ってますけど AT ですね。で AT 中のゲームクローが、これがまたあの狩猟パートと報酬パートと、まあ、この辺りも結果ライブに似た感じで、まあ、とにかくモンスターを討伐できれば継続ですね。さあ出発よ、行きます。はい、クエストを共にするハンターを選びましょう。おお、ハンタースリットでまずはハンターが選ばれて、まあ、ハンターによっても特徴がありますと、うん、でもちろんモンスターセレクトでモンスターによっても特徴がありますっていうところですね。まあ、こんな感じで出るみたいですね、はい、特徴としても。で今赤のモンスターが選ばれたじゃないですか、はい、でモンスターによって体力や討伐報酬変化するんですけど、まあ、緑とか赤のモンスターだと報酬期待度が高いということになってます、うん。まあ、こちら書いてますよね、うん。なんですか、フォーメーションラッシュ、まあ、継続が一番相当高そうなんで、はい、そうですね。すごいっすね、映像がもうすごいですね。迫力がごっつあります。入りました。あ、フォーメーションラッシュ、すごい音。これでベルナビが10回ですね。そうですね、ベルナビ保証が、フォーメーションラッシュが、1セット10ゲームオーバー、20ゲームオーバー、30ゲームプラスアルファ継続と。で、ベルトチャンス役で、ダメージ抽選ですね、その間は。これもなんか押し順で、はい、同じ順番が重なるほど熱いって言ってました。おお、今3回目なんで、はい、真ん中が。なるほど。この特性が生きるっていうような、はい、あ、4回目。あ、来ましたね。今赤くなってます、もう。本当ですね。多分毒は効きやすくなるんだと思います。おお、5回目。おお、まあ、毒にかかれば、ね、毎ゲーム自動でこう相手のゲージを減らせるっていう特徴がありましたのでね。まあっていう感じですかね。まあ、先のは10回のフォーメーションラッシュだったってことですね。そうですね、10ゲームの。なるほど。もちろんここは規定ゲーム数ではないんですね。あ、まあ消えたんでこれ熱そうですね。あ、カメリシオと、あー、フォーメーションラッシュ。確かモードが3つぐらいあって、はい、その一番下に行かない限り転落のあれには行かないって言ってましたね。ずっと続くって言ってましたね。で、フォーメーションラッシュ終了の可能性があるのは通常モード滞在のみ。そうですね。だそこに落ちない限り終わらないってことですね。はい。おお、20ゲーム選択ですね。以上。ああ、すごい。あ、こうやって10ゲームごとにジャッジが行われる感じですね。はい、
あとあれですね、こういう風に敵の状況が把握できるみたいです、このボタンで。なんで今アドショットで気絶するよとか。あ、めちゃめちゃ進化してる。はい、この辺がこうちょっとモヤモヤしてたというか。あ、そうですね、まだ気絶しないかなって。前の月下雷鳴とか打ってたじゃないですか。ちゃんと見れるってことですね、蓄積状況が。だからこの押し順が先行されればされるほど熱いみたいな感じですね。そうですね。あー、ゲームみたいで面白い。そうですね。あー、結構自力感もじゃあ強いですね。確かこの間でリプレイとかの何パーで転落、モード転落みたいなのがあるんですね、多分。あー、トミさん、これ最初のモンスターが良かったですよね。フォーメーションラッシュの継続期待度も高かったし、調査ポイントの期待度も高かったですよね。なるほど、まあ赤でしたしね。そうです、そうです。いきなりそこに振り分けられたっていうのも大きいですね。これ常にフォーメーションラッシュの直近抽選が行われてますね。よし、でまたフォーメーションラッシュ突入。要は出てくるモンスターによってこのフォーメーションラッシュの突入期待度が変わってくるということですね。全く終わる気配がないんですけど、はい、終わり方も知っとかないとね、やっぱりこういうのは。さあ、おーい、継続20ゲーム目、はい、こういうリプレイで多分抽選されてるんでしょうね、モードの転落抽選ですね。そうですね、この待機中に、はいはい、あ、そうですね、注意になりました。ちょっと怪しいよっていう。あと2回この辺が危ない。ダメージを食らうと終了と、これが出てくるとピンチですね。おお、だからフォーメーションラッシュに入れないといけないんですよね、ここで。あと回復薬とかですか。ああ、ピンチ。あー、なるほど。これ今ちょっと一連のバトル見ていただきましたけれども、まあ、簡単に言うとですね、 AT 中は集中モードっていうものと通常モードっていうものに分かれるみたいです。で、この AT が終了する可能性があるのが通常モードにいるときのみで、集中モードにいるときはさっきみたいにフォーメーションラッシュが繰り返されて、で、集中モードの中にもまた3段階の内部状態があるという感じで、はい、まあ、細かく言うと難しいんですけども、要は集中モードにいるときに討伐できるかどうか、うん、うでね、で通常モードに押してしまうとさっきみたいに終了のピッチがやってくるという感じなので、まあ、結構これは自力感も高め で、 そうです、ね、いかにそのチャンスのモードで片付けられるかということですね。まあ、こういう設定したみたいなのもあるんです、ね、そうですね、終了画面で、はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、勉強になりました。ようこそハンターライフに誘われし者よ。ここでいた通常に戻る。そうですね、まあ大まかな流れはもう今のが大体だと思いますね、当たりまでの流れと。さあ一方こちらはまだ当たっていませんということですね、探索保証が50ゲームあります。あーあー、いった、もう余裕です。攻撃力もアップしました。8ゲームかかんないでしょこれは。あー、いった、はい。さあこれで、こちらの台も討伐ということで、モンスターハンターワールドかアイルボーナス自動で揃うんですよね。まあ期待度的には 70% でモンスターハンターワールドというモンスターでしたので、ここは多分7でしょう。はい、さあ行きましょう。ここフォーメーションラッシュはストックされたかどうか表示されないのかな、されなかったってことかな。あ、こっからですね、フォーメーションラッシュが最低1回は入るんで、さっきの準備中みたいなところでストックされたかどうかっていうのは、そうですね、なかったですね、はい、何も。うん、普通通常クエスト、ドドーガ丸の討伐。めちゃくちゃ映像が綺麗なんですけど、まあ、ここはフォーメーションラッシュの煽りでしょうね。フォーメーションラッシュが1回来ます。ちょっと全然こう通常なので期待度的にはどうなるか分からないですけど、ゲージ3つって少ないですよね。おお、すごい。
さあで、このフォーメーションラッシュが10ゲームは20ゲームは30ゲーム継続というところで、この間いかにモンスターを弱らせられるか、あるいは討伐に追い込むか。よし、また当たりそうですか。当たりそうです。よっしゃー、ああ出会ってるんですね。確定ですね。まあちょっとアイルボーナス濃厚のモンスターなんで、ちょっと怖いですけど。大丈夫です。さっきのパターンがあります。おお、継続。お、よし。ああ行きましたね。音が違うかったっす。あ、そうなんですか。はい、すごい。もうわずかな違いに気づくようになったんですか。テンパ音が、はい、もう7揃いの音でした。出発よ。ウエストを共にするハンターを選びましょう。まあ、ちょっと弱いですね。頑張ってください。クルルヤック。お。何ですかそれ、アイルビンゴみたいなやつ。はい、おお、あ、フォーメーションラッシュ。なんでしょう、レアヤクか。これはもう一回フォーメーションラッシュあれば。あればですね。あ、ダブル白ありますね。これはもう討伐間違いないと思います。はい、フォーメーションラッシュ、鬼神薬も効いてます。いいですね、めちゃめちゃ面白い。あれか、フォーメーションラッシュとフォーメーションラッシュの間はナビが出ないインターバルがちょっとあるんですよ。だから常に順増3倍の状態が続くというわけじゃなくて、フォーメーションラッシュ中が順増3倍の AT と、それとそれの間にインターバルがあるんで、うまいことこう長く AT を楽しめるような感じになってますね。だからインターバルが短いほどありがたいっていう話ですね。そうですね。さあこれで、討伐達成しました。で、達成するとこの調査ポイントっていうのがもらえて、これもモンスターによってクエストによってもらえるポイントが変わってくると。でマックス到達でネルギガンテ出現ということですね。でモンスターを討伐すると報酬がもらえます。その報酬が何なのか。あ、ここもフォーメーションラッシュの高確率って出てますね。多分フォーメーションラッシュストックするんですよね、ここで。ってことは常にそのフォーメーションラッシュを抽選していて、なんかフォーメーションラッシュを何セット消化できるかみたいな、そういう感じにもなんか感じますね。なるほど、まあ、とりあえずこれで1セット目が終了というか、2セット目に突入というか、またモンスターセレクトから混沌の剣っていうのが、ね、なんか強そうだ。あ、赤が2つ。あ、いいじゃないですか。クシャルタオラの討伐。え、負けたんですか。頑張ってください。いや、負けませんよ。負けないでしょ。私ちょっと厳しい。あ、すごい。またまたです。クシャルタオラフォーメーションラッシュ継続期待度が3つ半とで、調査ポイント期待度も3つ半。まあまあいいアイテム、いい相手、うん。え、またやばい、あと1回ダメージ食らうと終了。よしよしよし、レアワーク。あー、ベル。おお、行ったんじゃない。おお、ケイト君、いやー一進一退の攻防でしたね。ギリギリ。危ない危ない。フォーメーションラストストック。よし、頑張ってください。
レアリープ、ああ弱い、敵弱い。よし、強チェリーです。まだ？フォーメーションラッシュ G 出ました。お、フォーメーションラッシュ G、 特大ダメージに期待ができる上位フォーメーションラッシュですね。熱いっすねこれ。特大ダメージに期待が持てる。あともう一個最低あるんで、テオテスカトル乱入。コリウだ。これなんすか。これ確かモンスター同士で戦うやつですね。あ、コリウ乱入ってやつですね。はい、おお、コリウ乱入。あーすね、これ特大ダメージに期待ができる上位のフォーメーションらしい。なるほど、特大ダメージを与えるチャンスらしいです。でこれコリウとモンスターが戦うわけでしょう。ってことは大チャンスってことですよね。あのハンター見てるだけっていうね。あ、余裕のバトルなんですね、はい、フォーメーションラッシュはいつも通りゲーム数がカウントされて、まあ、勝手にゲージをモンスター同士で減らしてくれるっていう。あ、そうです、そうです。めちゃくちゃいいゾーンですねこれはハンター見てるだけ。そうです。さあもうあとゲージはこれだけです。イエス。だこれ到達すればネルギガンテの出る可能性が高いってことですよね。そうです、そうです。コリューが出る可能性が、はい、さあこれで、討伐2つ目で一気にここは5ポイントをもらいました。でなんかここのタイトルも例えば赤かったらフォーメーションラッシュのストック期待度が高かったりというのはあるみたいですね。チャチャマルだ。また赤ですよここは。おお、一番右。さっき乱入したコリューですね。あ、本当ですね。今度は戦うのか。あーでも高いですねここもね。フォーメーションラッシュの期待度も調査ポイントの期待度も。これはですね、ユーズ柄が揃うとフォーメーションラッシュのストックということですね。初めて来たけど、これは赤背景と言っていいのか。そしてこれ一角でしょこれ。はい、フォーメーションラッシュストックです。こういうのもあるんですね。めちゃくちゃ綺麗。やかん。え、終わり。終わりました。設定したっぽくないです。何枚ですか。306枚。ああ、まあさっきよりは足っていう感じですかね。ちょっと、はい。まあただコンスタントに当たりを引いてるっていうことはもう間違いないんで。そうですね、はい、だから AT 間で減らしたコインは本当少ないですよね、はい、そうですね。おお、初めて来た。終了のピンチ、あと2回ダメージを食らうと終了。復活することもあるんでしょうけど、どうしたら復活するんだろう。まだ。なんかいい音がした。これチャンスでしょう。はい、おまたレア機持ってきましたよ。しかも赤いですね今回。これは行くでしょう。スイカ攻撃、赤文字。おお、復活した。危ない危ない。今
今のは終了のピンチだったけど、チェリーとスイカでなんとかっていう感じでしょうかね。あの辺りはもちろんレアキが追加されてるでしょうね。そうですね。あ、マヒさん、やった。まだだな、なんとか持ち直しましたけど、これはいったろう、だいぶ減らしたぞ。あと1ゲームですけど、フォーメーションラッシュ、20ゲームか30ゲームあれば倒せそう。あった、20ゲーム、これが嬉しい。いいな、これ終わらないんじゃないか、しばらく。これはいいですね。いいですね。通常時もそんなに苦労せず当ててますし、ですんなりこうやって継続させてますし、これで狩猟3投目になります。もう調査ポイントあと1つ、はい、そうですね、すごい、いいぞ。さあ狩猟4投目に行きます。あ、ちょっと弱そう。通常クエスト、ドドガマルの討伐。まあ、あと1ポイントで10ポイント貯まるので、調査ポイントはここ倒せればまたちょっと面白いものが見れるかもしれないです。さあ討伐できそうなとこまで来ましたが、どうですか。あ、もうこれはいった、いったっすね。いいな、めちゃめちゃいい流れ、はい。さあで調査ポイントが今9ポイントあったので、これでマックスということで、次ネルギガンテ出現って書いてありますね。すげえ。でこのネルギガンテと戦って、ネルギガンテを倒すと、あのハンターの宴の上位か、モンハンではおなじみのハギ取りラッシュ、ハギ取りラッシュ、まあ、これどちらかがもらえるっていうことです。よし、攻めろ攻めろ、ここでやっつけろ。あ、もうあとこれだけ、やる気あります。何ですか、82枚って。